最後の一つです。あとはこれをこの中に入れるだけです。この出っ張ってるところは気にせず入れてください。入れにくいですけどね。あとは形を整えて完成です。動かしてみましょう。回しながら動かします。失敗するとちょっと動かなくなったりします。そういう場合は少しずつ動かしてみましょう。どうしても動かなくなった場合は失敗です。これはちゃんと動きます。開いてみましょう。開くのは簡単ですね。というわけで今回はおしまいです。